石巻市南浜地区、建設中の津波復興記念公園の工事が進んでいます。震災直後の門脇南浜地区です。高さ7メートルから8メートルの津波が押し寄せ、大勢の人が犠牲になりました。ここに国と県と市が共同で津波復興記念公園を建設しています。公園の広さはおよそ39ヘクタール。震災前に町と人の生活があったことを示す街路網を残します。市街化以前の風景として池や湿地を再生し、中心部に追悼の広場や施設を設けます。中核施設のデザインは全ての方位に開かれた意味を持たせるため円形です。震災から9年が経過、中核施設の建物は完成しています。外側は強化ガラスで覆われています。雨の日でも語り部の活動ができるように軒下のスペースが広く設けられています。コンセプトはかけがえのない命を守るために未来へと記憶を届ける場。ビジターセンターや休憩所になり、震災関連の展示もされます。こちらはメモリアルギャラリーとして企画展示スペースになります。ここは映像シアターになるところです。津波の恐ろしさや震災前の街並みを伝えます。津波が発生した3月11日午後2時46分の太陽の影を示すラインが設けられています。震災を未来に伝えたいという思いからで、軒下にもあります。中核施設の近くには津波が来た時の避難場所にもなる人工的に作られた小高い山、築山が作られました。この海側には大きな池ができています。すでに水が溜まっています。このエリアは南浜地区の市街化以前の風景として池や湿地を再現しています。この池は大雨の時は雨の水をため、旧北上川に流す機能を備えています。池は頑張ろう石巻の看板の西側までつながっています。頑張ろう石巻の看板や南浜つなぐ館は市民活動拠点として、このまま公園の中で伝承活動を続けます。トイレや駐車場などが整備されています。こちらは公園の東側、メイン駐車場です。舗装工事も終わっていて、240台ほどの車が駐車できます。公園は2020年度中に開園する予定です。